はい、皆さんこんにちは。エヌフラワー代表の淡塚真一です。今日はこちらの青餅という枝物を使ってアレンジメントを作っていきます。このね、春が近づいてくると出てくるね、枝物です。皆さん見物だと思ってる方が多いんですけれども、実はこれつぼみです。全部ね、お花咲きます。なので白いお花が咲くので、まあ咲くまで結構時間かかるんですけれども、ぜひ一度咲いたところを見てみてください。ものすごくね、綺麗なんですよ。みんなね、この粒々の実で使う人多いんですけれども、またこの粒々の実を一個ずつ外してピンセットでこれ貼り付けてブーケなんかにする人いますけど、まあそんなことすると結構かわいそうです。これね、お花ちゃんと綺麗な可愛いお花咲くので、ちゃんとこう生けてあげてほしいなと思います。ではですね、早速行ってみましょう。どうぞ。はい、では今日はね、この器に刺していきます。まずこの枝ですね、枝をどのようにこうさばいていくかっていうのが結構重要なポイントですね。まあ、ここで、あと器の、まあ、アレンジの大きさですね。ちょっと長めにしていこうかな。このくらいの背丈にしますね。ちょっとカメラを合わせましょう。はい。で、またこれを枝取りでさばいていきます。まず青文字である程度のこのアウトライン構成をしていきますね。はい、で今ね、ここちょっと入れたんですけど、ここまだ他の飾りがあるのでちょっとずらします。はい、このようにします。なんか他の飾りとの兼ね合いって割と大事なんで、全体のこう飾りを見て、もうちょっと大きい飾りがね、棚の大きい飾りとか来る場合とかは、そこの場所を開けておいたりとか、そういうことをちょっと頭にも入れてあれにしていきます。はい、次にこのシンピジウムをね、入れていきましょう。まさかね、さっきの青文字の場所です。なのでここを開けたんです。はい、次にこれストレッチャーを入れていきます。はい、はい、次にこの谷渡りをね、入れていきます。谷渡りはこのようにして癖をですね。で、この刺す部分は必ずこのように葉っぱを取って刺します。で、手前にちょっとこう谷渡りを丸めて、ホチキス止めをして、このように丸めて刺します。はい、このように刺しました。ここでこのレザーリーフファンで少しファンデーションワークをしていきましょう。で、ここでスプレーギークのね、オレンジを入れます。はい、フロリダビューティーで色付けをします。で、最後に少しポイントでオレンジのバラを入れます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。
はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。青餅が出てくるとこう春が訪れるっていう感じがしますね。また先ほど最初にも言いましたが、花が咲きますのでぜひね、そのお花まで楽しんでみてください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.